公益財団法人玄武道ミュージアムは、兵庫県豊岡市の玄武道公園にある石と、豊岡古流財工の博物館。玄武道、世界の鉱石、鉱物、化石に関する資料の収集、保管、展示及び関連する調査研究、学習会等の開催等などの事業を実施している。1972年に開館した博物館で、世界中から集めた 珍しい石を中心におよそ2500点余り収蔵しているほか、1200年の伝統を持つ国の伝統的工芸品である豊岡古流財布を展示している。玄武道ミュージアムでは主に鉱石や化石を中心に4つのコーナーに分けて展示している。アジア像をはじめ山陰海岸や田島地域の5億年の歩み、玄武道に関する岩石、資料を展示している。 岩石ゾーン、アマゾナイトや、クジャク石、アクアマリンなどの宝石、砂漠のバラやヒシュマン岩光、コウテッコウ、インカローズ、クリソコラ、オブシディアンなどの自然が作り出す鉱石や光る石を展示する鉱物ゾーン、ティラノサウルス全身骨格、シーラカンスやカニ、エビなど様々な化石を展示する化石ゾーン、トヨーカ古流細工の歴史や技術を紹介する古流ゾーンがある。 いずれも第一級の功績である。ショップでは、豊岡カバンや豊岡古流在庫をはじめとする地元の特産品や各種土産物の販売を行っており、レストランでは田島牛などの食事を提供している。アジアゾウ全身骨格ティラノサウルス全身骨格。ありがとうございます。